この頃、私、変なんです。母が亡くなって、今の月読神宮に引き取られた時、もう私には楽しいことなんて、一生何もないと思っていました。だけど、ここ数日、何かがおかしいの。ちょっとしたことなのに、それが妙に嬉しかったり、すごく心が安らいだりして。今まで我慢できていたことにも耐えられなくなったりもしました。わけもなく突然イライラしたり不安になったり悲しくなったりするの。今日だって、あんな惨めで恥ずかしいところ、一番見られたくなかった人に見られてしまって、ついカーッとなっちゃって。なりますよ。私、意外と気が強いところがあるみたいですから。美咲さんは、信じてくれますよね。私ね、どうしたらいいのか、私どうしたいのか、たくさん考えました。考えたけど、でもわからないんです。ただ、美咲さんに嫌われるのが怖くて。嫌われるくらいなら、私、お勤めを放り出してもいい。そのために、地獄にだって落ちても構わない。そう思ってしまったの。
もう神宮には帰りたくないです。帰れないから。いえ、シカ子様が罰としてお前は夕食は抜きだって。哀れに思ってくださった美月様がこっそり菓子パンを2つ私のお部屋に持ってきてくださったのだけど、それに今日はお昼も食べさせてもらえなかったの。でも、私、お金なんて。あなたは誰？あなた！
知っている。私はこの声知っているわ。だってちっちゃな頃からずっと聞こえていたもの。気づかなかっただけで、私はこの声を知っていたの。そう、ずっと昔から。お目覚めですか？おはようございます。おかみさんにお家の台所をお借りしたんです。神宮もそうですけど、旅館もみんな朝が早いんですね。よかった。美咲さんは朝は洋食でコーヒーはアメリカンだって水木様が話しておられましたから。水木様はやっぱり水木様ですし。私のこと、水木様には
実は昨夜からめぐみの姿が見えなくて。 もしかしたら兄様のところへ行くかもしれませんので、その時は。 それにしても、学校なんて懐かしい。本当は進学したかったんですけど、いろいろあって諦めたんです。
それって家庭教師みたいですね。どうしても行かないといけないの？お金ってあまり持ってなくて、今月は日曜日の交通費でほとんどなくなっちゃいました。あ、今貧乏臭いとかって思いましたね。私、神宮にお世話になっている身ですので、そういったものはあまり。いけません。私そんなつもりで。でも。
ありがとう。いってらっしゃい。